こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、グレン・ミラーシリーズでですね、インザムードのドラムの演奏方法解説をやっていきたいと思います。まずはですね、スイング時代のスタイルと現在のスタイルの違いっていうのをこうやっていきたいと思いますね。で、イントロ、そして A メロ、B メロ、サックスソロ、トランペットソロ、あとテーマ、エンディングというふうに、順次に、こう、古いスタイルのやり方、その原曲のやり方と、で、それだけだとどうしても吹奏楽とうまく混ざらないんで、吹奏楽とかね、普通のこう、ジャズバンドでやっていくときには、ちょっとこのまま原曲でやるとうまくいかないんですよ。で、それで現代的にちょっとアレンジした僕のバージョンとの比較でやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、スイング時代と現代スタイルの違いですね。まあ、スイング時代というのは後でちょっと実演しますけど、バスドラでビートをドン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 って出していくんですよ。でこれがすごくこうスイング時代のこのダンスミュージックの基本になるんですね。だからバスドラムを絶やさないわけですね。なので、バスドラをずっと踏んでたいからセクションはスニアドラムとかタムとかを叩いて、そこで合わせていくっていうのが中心になるし、フレーズを全部合わせないで、ポイントポイントしか合わせないんですね。ただ、現代的にはセクションはバスドラとシンバル、要はバスドラとシンバルでバシャって決めた方が、やっぱりこう決まれ、た感じがするし、コントラストがはっきりつくんですね。なのでこっちの方のスタイルにだん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 こう移行していく形なので、やっぱ現代的にもそっちの方がいいかなと思うので、僕が推奨するリズムパターンも書きながら解説していきたいと思います。ではちょっとそのスイング時代と現代スタイルの違いのちょっと解説してみましたので聞いてみてください。ビート自体はこうこういう。結構バスドラが決め手になってるんですね。だからシンバルレガートよりもバスドラでリズムを出してるイメージ、まあ、ダンス自体がここでこう体を揺すらされてっていう形なんですよ。だからまあ今の最近のあのこう、まあ、バスドラでリズムを取るのでこう、これの早い版。この当時のやつでドラムがビートを作るので上げ下げっていうのはドラムがまあその最後のとこはすごく上げるんだけど、基本的にはドラムがビートを刻んでて、管楽器でこう上げ下げするんですよ。そこをやっぱり、現代はやっぱドラムで上げるので、ドラムで上げ下げしてほしいって言われた場合はこういう風にします。はい、それではイントロですね。イントロはここの部分が、タバララッタ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 ラバ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 ラッタタバダッタラ。で、こっから入ってきます。タバラバラ、タバラバラ、タタバラバラ。タバラバラダッタッターのところですね。で、ここはもう完全に、タムと、こう、バスドラで合わせてるだけで、シンバルの音は全然鳴ってなくて、まあ、シンコペーションしたんで、2拍目から入ってくるっていう形になっています。はい。それではイントロの僕の推奨のパターンですが、ここはもう、ハイハットでもいいんだけど、まあ、シンバルの手でチョーキングでもいいですが、ハイハットのクローズで、タバラバダッタバダ、ここ呼び込みが、ツッタタドードっていう風に呼び込む。タバラバダツタタドットという。で、ここは、連鎖って言って2連鎖ってやつなので、ガッカーってやつは、ここは短くて最後が長い。で、シンコペーションして2拍目に着地っていうのは一緒で、はい。ここのウッカッカーっていうのも決めるのが推奨版なので、これはちょっと後で A メロのとこで、解説していきたいと思います。じゃあ、ちょっとドラムで実演を聞いてください。イントロの部分いきます。カンコピはですね、ダバラバラ、ダバラバラ、ラッパー、ダバラバラ、ダバラバラ、ラッパッパー。シンコペーションなので、ワン、ツー、スリー、パッパー。ウッパッパー、ジッキジー、ジッキジー、ジッキジー。という風な形ですね。で、現代的にやると、やっぱり決めは、ハイハットとかシンバルでいきたいので、ダバラバラ、ダバラバラ、ダバラバラダバラバラというふうに行く方がいいと思います。なので呼び込みというふうに受けた方がいいと思います。はい、それでは A メロの部分ですね。 A メロはですね、どん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 チーチキチーチキってやってって、もうドラムはもう何にもしないで ここを区切るだけ。まあ、この曲で12小節ブルースみたいな、ちょっとブルースに聞こえない、やり方になってるんですけど、まあ12小節の、まあブルースコード進行ですね。で、タダッタ、タタンっていうところももうここしかやってない。特に何も決めはやってないんですね。なので、僕の推奨のパターンとしては、
ダバラバリバダバダバダダ、カッカーはスネアで合わせていきましょう。これね、4回ね。で、ここは、ダバラバラバラバダバダガズタッタ、ここちょっとクレッシェンドしていくんですね。なので、ここで、畳んで、ぐっと下げて、で、バスラーそのままでハイハットだけぐーっと上げながら、呼び込みして決めをすると。ここも、2カッコは同じで、さっきでも下げて、デクレッシェンドして、いきなりここからクレッシェンドしながら、ここに呼び込み入れて決めて、フィルインを入れるという風なのが、すごくサウンドさせやすいと思います。では、聞いてみましょう。A の部分ですね。A の部分はですね、これはもう普通のスイング時代は。もう何にもやってないです。で、ビッグバンドでやってると、やっぱり管楽器、ウッパッパーっていうのを合わせてほしいので、で、僕の場合でね、ダバラ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 ダン、ダバラ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 ダン。で、4回やって、ダバラ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 。さっきと一緒の A、呼び込みやって2連鎖っていう形なのと、ガクッと下げるためにバストラは下げなくてもいいけど、ハイハットをシュッて下げてこう上げていくと、バンドが、特にこれ指揮者とか吹奏楽でやる場合は、ここすごく下げてほしいって言われるんですけど、どうしていいか分かんない感じになって、原曲はドラマ下げてないんですね。で、2カッコはダバラバラバラバリラッタ、これもこのドラマ何もやってないですが、ダバラ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 ッタっていう風に決めてあげると、呼び込みして決めをバソラとシンバルで決めてあげるとかっこよくなりますよっていうところが A でした。はい、 B メロですね。 B メロはですね、ダラッタジャラララララで、ここももうハイハットでチーチキチーチキやってます。タタンでタラッタダダッタディダダ、ズッタンズッタンズッタンズッタタンは2回目合わせてるけど、1回目なんか合わせてないしみたいな、ほとんど何もやってない感じですね。僕の推奨バージョンは、タラッタリラダラダズッタンダバッタレ、まあこれうなずきね、タラルダダラッタダラダラルタタンで、ずったん、ずったん。で、こう呼び込み入れて、うただじゃっちゃ。で、これ同じことをやれば、1カッコ、2カッコ、同じですね。僕はね、もうここはもう、B メロ自体はもう、ライドで言っていいかなと思いますね。じゃあ、聞いてみましょう。B のとこですね。でらったりら、らばらりら、でらったりら、らならら、らららったらら、らららら、らららったらら、たらら、ら。もう何もやってないんですね。2回目だから、たらったらら、たらら、っていう風にやってますが、この1カッコ、2カッコのところは、ちょっと場が変わるって感じ。で、ここは、僕的には、ライドで行きたい。1、2、3、たらったらら、らららら、りら、たらったらら、これ2回ともこの決め方、1カッコも2カッコも決めると、ここだけすごいこう雰囲気変わるでしょ。すごくこう指揮者も指揮しやすくなると思います。サックスソロって全部書き譜で決まってて、ちょうど8小節2回分なんですけど、アドリブの部分がもうブルースじゃないところが、ここら辺がもう、要はクラシカルな、もう書き譜って感じですね。だからその場で作っていく形じゃなくて、ちゃんと譜面を追っていく形ですね。で、もう譜面の、アドリブの譜面自体も書いてあるという形ですね。ここはもう本当に C のとこは B と全く同じ形でいいと思うんですね。で、D は次のセクション行くための決めです。ダバラバディダッタダダッタ、ダダダダッツタッタタタンタツッタディダっていう、ここのシンコペーションのところをスネアとクラッシュで合わせてます。で、まあ僕的に推奨するとすればですね、まあここは一緒ですね。うった、ディーダだったっていうのは僕のさっきの B と同じようにやってて、で、ここを決めて頭でドラララララッタダダッタの方がドラマチックでいいかなと思うんですが、ただ、さっきみたいにワン、ツー、スッタタン、ダバラララッタが管楽器がバッて浮くっていうのも一つの方法なんで、まあそれはどちらでもいいと思います。で、タン、ジャージャー、このシンコペーションの手前のやっぱり呼び込みを入れてあげるということですね。で、ズッタン、ズッタン、ズッタン、タタ、ダー。ここのシンコペーションをちゃんとやりたいということですね。はい、では聞いてみましょう。はい、C ですね。ここはサックスのフレーズが、アドリブがずっと続いていくんですけど、ここはもうずっと、B と一緒です。で、
タラタララタララタっていう風にやってるのと、まあ僕のやつはタラタララタララっていう風に、まあ同じように2回分やればいいと思います。で、Dの頭は、ダバダバリダッダダダッダダダダダという風に決めてますが、頭の部分は結構叩いてしまった方が、ダダ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 ダで、ここは、管楽器のトロンボーン、ダーダバッダッツタ、ダーダダッダッツタ、ここ、ワン、ツー、ダーダバッダッタ、ダーダバッダッタ、このフレーズ合わせた方がバンドは気持ちいいんですよ。だから、ここへおすすめしますが、原曲は、ダバダバディダッダダッタ、ダダダッツバッ、特に飛び越えてないんですね、バソラとシンバルがね、ハイハットがね。ここを、ダーダーのとき、ダーダー、呼び込み入れてあげて、ダーダーダー、パラッダバ、パラバ、ダーダーバ。一拍飛び込めてあげるとかっこいいです。はい。トランペットソロはですね、もう、ソロの間何もやってなくて、もうずっとリズムパターンにキープですね。で、ダーバラバディだった。じゃーのとこだけ決めてるって形なんですが、トランペットソロのですね、僕の推奨はこれずーっとバッキングが、ワン、ツー、シー、ダー、チッキチー、チッキチー、チッキチー、ダー、チッキチー、チッキチー、チッキチーが続いてるんで、これをやりたいと。で、まぁ、ここはちょっと解説してるんで、ちょっとな聞いてもらえばいいと思います。で、タバデバディだったもここちゃんと呼び込みが入ってて、あとは一緒ということですね。聞いてみましょう。えんとこですね。さっき言ったみたいに、ワン、ツー、シー、ダー、ダー、バッ、ダッ、ダー、ダー、ダッ、ダッ、ダッ、ダー、ダー、ダッ、ダッ、ダッ、もうドラム何もやってないです。で、F の入った、ダー、バッ、ダー、バッ、ダッ、ダッ、ダー、だけ合わせてもいいんですが、ここも、僕的には E のとこ、ワン、ツー、シー、ダー、ダー、バッ、ダッ、ダッ、ダー、ダー、バッ、ダッ、ダッ、ダー、ダー、バッ、ダッ、ダッ、ダッ。っていう風に決めてあげるとかっこいいんだけど、これ、まあ、飛び越えるとリズムがわかんなくなるなっていうんだったら、もうリズムは最初の一発だけにしといて、刻むっていうのもありかなと。で、同じで、ダー、バッ、ダッ、ダッ、ダッ、呼び込み入れて、ブレイクするとかっこいい。タバダバダダダダダということですね。はい、あとテーマですね。あとテーマはですね、ハイハットオープンクローズでメゾフォルテでやってて、2回目メゾピアノにして、最後もうピアニッシモみたいな感じでハイハットクローズでやってます。で、ブレイクするんですが、ここの4拍目で止まって、ここで、ワン、ツー、スリー、フォー、チー、チー、キチー、カ、クロススティックやって、タラタタタタタタの1カッコ3カッコ、2カッコ2カッコ3カッコ、今回お休みです。で、ワン、ツー、スリー、カッカーのとこもここ一発しか合わせてないんですね。これだからちょっとこのままだと本当にやりにくいので、バンドがね。なので、僕のおすすめはですね、最初1回目ライドにしといて、2回目ハイハットオープンクローズにして、3回目にハイハットクローズにすると、すごくこう音量の工程がつきやすいんでいいんじゃないかなと思います。ブレイクは一緒ですけど、ブレイクは4小節もあるので、4小節目にチッチッチッカっていう風にやってあげるか、ワン、ツー、チッカにするか、2拍ぐらいあればいいか。まあでも、1拍でも全然いいと思うんですけど、まあこの辺解説してます。ここのとこも、呼び込みが入った方が、その手前のハイハートなんかも入れてもいいかなと思います。じゃあ聞いてみましょう。で、G は最後また同じメロディーが、タバラブルバルタバルタっていうメロディーが出てくるんですが、まあ、なんか、ハイハット大きいメロディー。で、G、2回目は、ハイハット付着して3回目はクローズにしてますが、まあ分かりやすくやろうと思うと、僕のやつはライドクローズね。で、1学校入る前はワン、ツー、スリー、パパ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 パ、2、3、4、1、2、3、4、ワン、ツー、スリー、これもワン、ツー、スリー、ブブ、わかりやすくやるんだったら、3拍、ワン、ツー、スリー、1カッコの4小節目これ入れるか、ワン、ツー、
2拍あると分かりやすいかな。一発だけだとバンド、うん、でも緊張感あっていいと思うんで、ワン、ツー、スリー。これもかっこいいと思いますね。つった、うかっかーで始まるんですが、最後のところのね、2拍、3拍がね、ワン、ツー、スリー。うかっかーで始まるけど、このドラマ、ワン、ツー、スリー。バラ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 。だ、これしかやってないので、3の裏しか合わせないんですよ。ってことはやっぱり呼び込みは、ワン、ツー、これでもずっと24でもいいかなと思って、ライドで24でいいかなと思います。とか原曲はハイハートで、バラ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 バ。でもウカッカーだから、バラ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 。というふうにする方がすごいコントラストがはっきりしていいんじゃないかなと思います。エンディングはですね、最後同じメロディのリフレインのとこですね。でここ一番、タッタバラブディバディバディバディカッカーになっているところなんですが、でここからダーラッタ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 のちょっとここで音量下げて、ここからまたクレッシェンドしていきます。トランペットがタタタタタってやったら、シャバラバダ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 ダダジャーンで4拍表で伸ばして一拍頭でクロスティックで止まってます。でまあ僕が推奨するとすれば、もうここはもう盛り上がってるんで2-4をスネアで、でウカッカーはスネア2発でもいいんだけど、ここウッタタじゃあ後半のシンコペーション合わせるとうまくかっこよくこう盛り上がるんじゃないか。ここから H のところはライドで言っといて、ここからハイハートのオープンクローズにするとガクンと下がるからね。で、まあ、タパタパターンに合わせて、ウッタタン、ドバラバダバダバは、ここはズッタン、ズッタン、ズッタタン、ジャー、タロロンっていう風に合わせるのがいいんじゃないかなと思います。最後は、タラカタカタカタラカタカタカタラタタタラタタタラタタインタタタインバラ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 バ3,4言われてますが、最後のとこはインタがタカタカタって入ってくるところに合わせて、ワンツータパタパタ2,3,4という形が綺麗なんじゃないかなと思います。なので原曲のパターンは分かった上で、この当時のやり方であってバンドが固まっているやり方なので、これはこれで全然ありなんだけど、じゃあ実際の吹奏楽とかブラスバンド部がこれをやった時に、絶対こういうところの手前の呼び込みとかがないと締まらないんですよね。で決めのところとかもスネアだけでやると、なんかあんまりうまく決まらないので、やっぱりハイハットとかシンバルとバス裏で決めた方がよくって、そうするためには手前に呼び込み入れてっていうのが、まあ普通のパターンで、盛り上がったとかライドに行ったり2、4叩いたりってするのをもう決めてしまった方がいいのかなと思います。というわけで、インザムード自体はね、アドリブでこうセッションなんかでやったりすることはまずないんですが、なんかこれ、なんか、まあ言うてみたらブルースですよね。でもブルースっぽく聞こえないな。あのね、ペンタトニック平行移動しちゃってるから、メジャーのね。なので、ブルースっぽく聞こえないけど、なんかその12小節のブルースが基本になってる曲なので、なので、まあアドリブもね、8小節の繰り返しだったりとか、すごい変則なんですけど、なので、こう、テーマの部分をアドリブでやっていく形じゃなくて、やっぱりこうエンターテイナーな感じで、こう全部譜面が書かれて決められているっていうことですね。グレン・ミラーのお話もしたと思いますが、彼らはそういうふうなやり方をしている、まあ要はクラシックな、スタイルの、要はクラシックとジャズの中間みたいな、やっぱミュージカルとかやってた、その時代の模索した音楽なので、こういうやり方になってるんだと思います。これはもうやり方を覚えてしまって、一番バンドでハマるなって思うところをこう、うまくこう試行錯誤しながらこうやってやっていっていただく、工夫するのがすごい大事ですね。原曲だけ聞いて、まあそれ以外は寄り所がないんでね、みんなね、こういうところで勉強していただければと思います。以上です。はい、いかがだったでしょうか。スイング自体はフィールの使い分け非常に便利なんですね。こういう雰囲気に出してって言われた時に知ってるか知ってないかで随分違います。だから合理的かってそう合理的じゃないかもしれないですが、そういう時代の雰囲気っていうのが出せるので、フィールの使い分けは勉強になりますので、ぜひ、ちょっとなんかこう音源に合わせて試してね、叩いてみて使い分けなんかをしてみると非常に勉強になるんではないかなと思います。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。
今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。